イヴァン・コンスタンチノビチ・アイバゾフスキーは、ウクライナ生まれの帝政ロシアの画家。アイバゾフスキーは、アイバゾフスキー、アイバゾフスキー、アイバゾフスキーなどとも表記される。民族的には、アルメニア人で、作品のいくつかに、アルメニア文字で、本名ホバネス・アイバジヤーンと記入している。おびただしい数の風景画を残したが、その大半が海をモチーフにしており、 ウィンズロー・ホーマーと並ぶ海洋画家である。クリミア半島のフェオドシアに貧しいアルメニア人を両親に生まれる。結出した画彩ゆえに援助金を受けてシンフェロポリのギムナジウムに入学。その後はペテルブルク美術アカデミーに進み金メダルを得て卒業した。初期の風景画や海洋画で稼いだ賞金でクリミアに行き国会沿岸の諸都市で 肖像画家として活動した後、ヨーロッパ各地を旅して回った。後に、海洋画の評判によって、ロシア海軍から長年にわたって、作品を移植されるようになった。1845年に、スルタンのアブデュルメジと一世に招聘されて、イスタンブールに行き、その後も含めて1890年まで、計8回同士を訪れた。イスタンブールに、長期滞在中に、 オスマン帝国の宮廷画家に任命され、歴代皇帝から数々の作品を移植されている。そのうち30点は現在もドルマバフチェ宮殿に飾られており、その他の多くの移植作品はトルコの様々な美術館に展示されている。長寿に恵まれたおかげで、当時としてはロシアで最も多作な画家となり、1900年に没した時には優に6000点を超える作品を残した。 芸術家としての成功で得られた資金により、故郷のフェオドシアに美術学校や美術館を開いている。アイバゾフスキー作品は、競売の売り上げが、これまで総額320万ドルに達しており、国際的な評価は伸び続けている。そのためか、ロシアのすべての画家の中でも最も晩作が多いと言われている。ありがとうございます。